こんにちは、 FTM ラジオ亮です。みんな戸籍上女男どっち？今ドキッとしたろう。いや、どっちなんて聞くのひどいって思ったでしょ。自分は戸籍変えたからそうやってとか思ったでしょ。俺もね、今の質問はねドキッとするよ。戸籍が変わっても元女子っていうのは変わらないからね。悲しいけどそれが現実だから、それをいつまでも悲しいと思うか、それとも戸籍を変えられたそれだけでも幸せだなぁと感じるかは自分次第だね。戸籍を変えられるようになったのは2004年だったんだよ。カルーセル麻紀さんが戸籍を変えましたっていうニュースを見た時はさ、もう衝撃的だったよね。その2年後に俺は戸籍変更をできたんだけども、今日はねその時の話をしようと思います。まずは戸籍変更をするためには2人のドクターの診断書が必要なんだよね。昔はさ、この性同一性障害の診断できるドクターがまあ田舎にはいなくてね、俺は田舎が新潟なんさ。で、新潟にね大学病院の精神科があって、そこで GID 性同一性障害の診断ができるとかできないとかいう話で、新潟の FTM はみんなそこに行ってたと思います。で、俺もそこに行ったわけよ。まあひどい、すんごい診断だったね。ドクターはね、教科書片手にすごい失礼な質問をねぶつけてくるんだよ。精神科のドクターにうつ病にされるかと思ったよね。それはね言い過ぎかもしんないけども、それくらいまだ未知なものだったのかな。で、そこで診断書をもらったかさえもちょっとね覚えてなくてまあでも全部通ったんだよ一応。でも最終的にはこれ以上の治療はできません、ホルモン注射もできませんって言われて、え、何のために通ったんだろうって感じだったんだよね。で、その後に新潟の産婦人科にホルモン注射できないか電話をかけまくるっていうね作業をしていたんだけども、そしたら一件だけ話をちょっとしたいということで呼ばれたんだよね。そこで東京の GID の精神科を紹介してもらうことになったんだよ。俺はもうちょうど専門学校の時だったんだけど、卒業したらもう東京に出ようとは思ってたから、それで東京に出てその精神科に通ってガイドラインに乗るんだよね。まあ、ちょっとねホルモン注射はフライングしてしまったんだけども、そこは置いといて、それで手術をして戸籍を変更するために家庭裁判所にね申請を出したんだよ。でね、まだこの法律ができて2年だったわけよね、その時。それで裁判所に呼ばれてさ、広い法廷の端っこにね俺とおじさん2人っていう感じの場面なんだけど、でそのおじさんがね俺に聞いたわけよ。なぜあなたは女性から男性になりたいんですかって。俺はその理由を述べてね、最後に普通に男性として暮らして結婚して幸せになりたいですって言ったんさ。そしたらおじさんが結婚ってできるのって聞いてきたんだよ。はぁって感じじゃん。えってなるよねまあ俺らの時代ってねそういう感じの時代だったんだよね。笑っちゃうでしょう。でもね、相手がもう全然知識がなくてもさ、LGBT の理解がまだまだ広がってなくても戸籍を変えられて、俺だったら男性として生きれること、 MTF さんだったら女性として生きれること、性別の選択ができるっていうこと、これはさとっても幸せなことだと俺は思うんだよね。声を上げてくれた人がいるからこうやってさ今俺らは幸せに生きれるんだなとも思う。戸籍を変えることが全てじゃないけども、 LGBT が広まってきたり受け入れてくれたり、そう変化してくれることに感謝したいと俺は思います。まあその感謝の気持ちを伝えるとしたら、そうだな、じゃあね、声を上げてくれた代表としてね、カルーセル麻紀さんに感謝しようか。カルーセル麻紀さん、
あなたのおかげで私は今幸せに暮らせてます。ありがとうございます。ってことで、今日もよかったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。俺も感謝されるような人間になるぞ。おお、ではまた、バイバーイ。